はい、どうも、委員長です。じゃあ今度もね、自民党のね、ちゃんと仕事してますよアピールの類かなってね、僕はもうなんかこう、なんていうか、このしらけた感じでね、このなんか捉えてますけどもね。まあ、佐渡金山の、ほら、なんか書類の不備でさ、このユネスコ登録頓挫みたいな、そういう話あったじゃないですか。あったんですよ。うん、でそれに対してこの高橋早苗政調会長がね、まあこんな風に、まあ、怒りの声を上げてらっしゃるのかな、うん、佐渡金山の世界文化遺産登録書類不備に怒り心頭ということでね、とある半島のあの国からおっと言いそうになっちゃいましたけども言われなき非難があれば毅然と反論する体制を整えていましたと、うん、本当にそれを言ったかどうかわかんないですけども、逆に怪しいですよね。なんでわざわざとある半島の、ね、逆になんか統一教会絡みのみたいな、ね、なんかそこを変に気にしてさ、ね、うん、だってそもそも話頓挫しちゃったわけでしょ、ね、ほぼほぼ、うん、むしろこのね、この統一教会のマザームーン、ね、菅鶴子マザームーンの意向で、ね、うん、そういうことにして、うん、だからもう取り下げたってなったらもうどえらいことになっちゃうからさ、うん、書類のだって普通に考えてさ、ね、一応これ政府として動いてたんでしょ、うん、違うの、ね、これがなんか通らない、この登録がね、うん、なんかこの他国のね、このなんか阻止される、ようなことがあったら、ね、この日本のこのなんかね、うん、威厳に関わるみたいなこと、確か高橋さんもそういうふうにおっしゃってたと思うんですけど、実際事実上頓挫ね、うん、なんでそんなことが起きたのかってやっぱり疑われますよね、うん、で昨今のこの統一教会と、ね、自民党さんたちのね、このなんか癒着っぷり見させていただくと、ああそらそうよなって、んだって統一教会ね、この菅鶴子さんたちなんつってましたっけね、かつて、うん、日程強制なんか占領期間中に、うん、散々日本はね、うん、ウリたちから、ね、この吸い上げて、ね、一切合切全てを奪っていった、ね、その過去をね、うん、なんか今でも恨んでいると、ね、絶対に反省させなきゃいけないと、だから今後未来永劫、ね、うん、日本から、ね、もうありとあらゆるもの全てを、ね、この搾取吸い上げて、ね、本国に送る、これは当然の、ね、権利であり義務だみたいな、そういう教義ですよね。そういう教義を掲げるそういう団体ですよねっていう話はもう何回かさせてもらってますけども、え、そっくりそのまま当てはまるじゃないですか。うん、まあ適当に、だからもう今後はね、だからもう遡ってもやっぱり結局ね、なんだろう、どうせガス抜きだろうみたいなね、裏じゃもう手になんかもうなんかよろしくやってるガス抜きだろう、プロレスだよみたいな、そういうコメントしてるね、そういうコメントを僕のこのチャンネル動画にもね、いくつももらってましたけど、当時は僕はね、いやそんなことないんじゃないですかと、うん、ね、やる人はやってくれるんですよと、うん、自民党党として全体としてはね、ここにこの岸田政権になってからね、うん、信用も信頼も何もないですけども、中にはね、うん、だから当時このたね、高市さんなんかもね、うん、頑張ってほしい議員として数えてましたけど今となっちゃもうそのなんかこうね、全部が嘘に見える、本当に。まあいいや、それについてはいろいろとね、賛否両論というかいろんな意見があると思いますんで、僕はもうなんかそもそもがもう自民党だけの問題ではないし、当然ね、うん、反日特定野党界隈もそうだし、でもっと言えば統一教会だけの問題でもないし、ね、そうかも他もね、この半島カルト、ね、この宗教をこうなんか装った、ね、この反日活動団体は全部取り締まりの対象にすべきだから、ね、ありとあらゆる全ての次元で、ね、半島とはもう手を切れっつってんのに、ね、うん、関わっているもうなんかもうそうどうにもならない人たちはもう完全に排除しろよと、ね、でももうそもそもね、このなんだろう、政権与党からしてこのざまだから、まあ無理だろうなっていう、うん、そういう意味でもう諦め、ね、だからまあこの自民党のどこの誰が、ね、何を言おうと、ね、白い目でしか見れない、へえみたいな、まあどこまでやれるか、お手並み拝見ですかねがせいぜい、何の期待もないですね、うん、今となっちゃう。じゃあ例えばこの高橋早苗さん、ね、佐渡金山の世界文化遺産登録に向けては、仮に、とある半島のあの国から言われなき非難があれば、ね、毅然と反論する体制を整えていましたが、ね、なんかこう、そっくり当てはまるじゃないですか。
ね、だってトワロハントのあの国にとっちゃ都合が悪いね、うん、ってことはマザームーンにもとっても都合が悪いね、だって吸い上げる対象なんだからね、それがなんかもう世界遺産にね、さらにこの登録追加けしからんってなるわけですよね。うん、だからマザームーンの意向で、うん、ポシャりましたの方が全然しっくりくるじゃないですかね。うん、でこのなんかこの仮にって前置きしてるところがね、なんかわざとらしく映りますよね。うん、私は違いますよと、ね、半島と対決姿勢を持ってますよと、準備してましたって、へえみたいなで、まさか日本政府の書類不備によって来年の登録が困難になるとか、新潟の方々の20年以上の努力を思うと怒り心頭ですって思うんだったらさ、ね、もう一切合切半島、ね、半島絡みの人も物も、ね、うん、金も情報も、うん、だからもう文化もスポーツも宗教も全部一切合切ですよってことをやらないと、うん、ね、そもそもなんか、ね、この事態の収拾なんて、ね、測ることはできないし、ね、うん、いくらなんかこうね、勇ましいこと言ってる人がいてもね、あ、そうなんですか、でも裏じゃ手つながってね、手つないでよろしくやってるんですよねってね、だからそれ、ね、それぞれの政府がそれぞれの国民に対して、ね、仕事しているふり、ね、アピールはしますよと、うん、でも裏じゃこういうね、うん、あの半島カルトを経由してさ、ね、金を本国に送るわけじゃないですか、うん、で見返りでこの選挙協力とかでしょ、うん、いやもうなんか全部が、ね、この我々日本国民にとっちゃありえない悪い方に全部つながって全部まとまっちゃってるから、もうなんか今さら白々しいことこの上ないんだよね、うん、で実際今ね、この統一教会、まあもう一回お断りしておきますけど、自民党だけ目の敵にして叩きに行ってるわけじゃないですからね、うん、ね、半島と全て手を切れっつってんだからさ、うん、で、まあしょうがない、この自民党のこのね、このグダグダっぷりっていうか、この癒着っぷりっていうかさ、うん、最新版は福田総務会長ですけどもね、例えばね、青山さんは派閥の長により票の割り振りが行われている、ね、私はなんか関わってはいないっていう話でしたよね。あと北村さんは統一教会による選挙支援はないって知らばっくれて、で伊達さんは選挙で、安倍さんに統一教会票を依頼したって言ってみたり、茂木さんはこの統一教会とは党としては関わりは一切ないね、幹事長言ってましたね。でこの岸防衛大臣は、問題のある組織と認識はしていたが、ね、協力してもらっている、ね、であと公明党、ね、統一教会は反社だ、ね、お前が言うか、ね、何言ってんだよと、ね、うん、お前らそうか、ね、お前らこそだよ、うん、で工藤さんは工藤さんで統一教会は反社ではないから問題ないと、ね、でも世耕さんは統一教会は反社だ、ね、絶対関わってはいけない言ってましたね。この木原さん、ね、反社の定義が困難だって知らばっくれ始めるんですよね、うん、でまあ山本さんはほらね、もうもろですけどもね、マザームーンって涙流しながらね、うん、ありがたやありがたやでしたよね、うん、言っちゃってんな本当、うん、で今一番トレンドはこの福田さんですよね、うん、すごいよ、うん、とぼけ方がね、また凄まじいね、何が問題なのかわかんない、大丈夫自民党まあ自民党っていうか清和会ですかね、中心はね、うん、もうさ、ね、まあ、例えば自民党さんは、うん、まあ、こうなんかもうおかしなやつらをこの排除する方向に、だから関わったやつらを完全に排除しなさいよ、ね、うん、だそれができないんだったら、ね、一切関わってない人はもう飛び出て、うん、だからもう超党派ですよ、ね、この立憲ならなんだかんだ、他のこの野党の人たちの中にもさ、ね、関わったやつもいれば関わってないやつもいるわけでしょ、だから関わってない人でもう大集合してて超党派で、ね、うん、半島撲滅党みたいなやつを作りなさいよ、うん、まあそれも多分無理だろうと思いますけどもね、うん、だからもうラジコン議員だらけじゃないですかどうすんのこれ、本当マジで自民党だけじゃないですけども、うん、むちゃくちゃだね。ね、そりゃ佐渡金山もね、もろ20年かけて準備してた話もポシャるわな。うん、マザームーン、それこそね、鶴の一声だよね。シャレになんねえよ、マジで。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。